はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、麦とホップの赤、限定醸造ですね。黒も限定醸造とかじゃなかったっけ？赤。珍しいですね。赤といえば、まあ、恵比寿の琥珀恵比寿とかありましたけど。結局何なのかがさっぱりわからない。これ何が赤なんだこれ。長期熟成製法。アルコール度数5%。原材料、発泡酒、括弧、麦芽、ホップ、大麦。スピリッツ、括弧、大麦。です。長期熟成製法、とは、原材料の発泡酒の製造で採用している製法です。当社発泡酒に比べ熟成期間の基準を3割長くしています。と書いてあります。じゃあ飲んでいきたいと思います。おお、琥珀エビスっぽい。色が。琥珀色。だからか。すごい。色が濃いですね。麦とホップ赤。で、ちょっとググってみましょう。いただきます。乾杯。何があれなんだ？ペールエールか。なわけねえか。既存の麦とホップ、麦とホップ黒同様、原料の麦とホップは100%、農道契約栽培原料だけを使用し、カラメル麦芽による美しい赤色とドイツハラタウ産のアロマホップを一部使用することで、英国のエールを思わせる華やかな香りを実現しました。カラメル麦芽を使ったってことかな。美味しいですね。これキャンペーン景品として限定醸造されたやつなんだ。幻の麦とホップ赤。なるほど。で、具体的には、商品情報とかが、まろやかですね。あまりトゲがないですね。トゲな感じが。トゲがないです。非常にまろやか。これはうまいな。まあ、うまい。そうですね。うまいですね。普通に。普通に美味しい。結構
でも、もともと麦とホップって美味しいですからね。正直。第3のビールの中ではかなり美味しい方なんで。まあ、それに比べると、通常のやつに比べると、そうですね、香りが高い。香りがちょっと強いかな。で、まろやかになってるね。酸味がまろやかになってる。ただコクがないね。コクがないような気がする。若干。やっぱコクだとやっぱり一番薄いかな。ごめん、あんまりわからない。正直よくわからない。ま、香りだな、結局な。香りだ。間違いなく。香りが強いなっていうのは印象はありますね。まあ、やっぱり札幌って麦とホップかな。あと、恵比寿？普通に美味しいですよ、これは。通常のやつとこっちだったら絶対こっちの方がうまいです。ただ、黒よかはうまい。黒と通常のやつとこの赤を全部比較してみると、やっぱり赤が一番なんかビールに近いよな。黒は若干あれなんだよ。まあ、赤が一番やっぱうまいかな。ついで通常のやつかな。多分、通常のやつと黒は、まあ、両方ちょっと、バトルしてる感じ。ですね。多分、まあ、かなり、あれでしょう。うまい部類でしょう。ズボンで世界で学ばれているのは一人一人の力。今日紹介するのは麦とホップ。これ誰だ。麦とホップ黒、麦とホップ赤、こちらの紹介です。なんか YouTube に上がってる、今日ですね、麦とホップの紹介です。今まで確かに麦とホップはマジで、
まあいいや。そういえばなんか、黒と通常のやつを、ハーフハーフで飲んだら、うまいとか。うん。そういったのもありましたけどね。うん。まあ、3種類。期間限定ですから、まあ、赤には、あれだね。まあ、やっぱり、これを、ね、通常販売するっていうことになっちゃうと、多分、採算が合わないんでしょう。俺は思うんですね。あまりにちょっと、多分、価格的な意味で。うん。絶対これ。うん。まあ、3割熟成期間を長くし、さらに、まあなんかいろいろあるんでしょ？だから多分、うん。まあこれをね、ずっと売り続けると、多分採算が合わなくなる。ので多分やらないと思いますけど。今度ね、この麦とホップの赤と黒と、そして通常バージョンに関して、ちょっと、ね、いい機会ですから、飲み比べみたいなのをしてみたいと、考えてます。が、実行するかはわかんないですね。まあでもあくまで、麦とホップっていうのは、まあ、そもそもがして美味しい部類の、金麦と、だって第3のビールで金麦と肩を並べるうまさですから。うん。まああれですね。第3のビールでほとんど金麦か麦とホップ以外買う価値がないレベル。とは言わないですけど、最近あるか、クリアサヒのプライムリッチ、この3強でしたね、個人的に。うん、3強でしょ。うん、うん。これは五つ星だね。うまい。間違いなくうまい。うん、ということで、ご視聴ありがとうございました。